semuanya, selamat datang di channel YouTube Erika Chang. Jadi hari ini aku pertama kalinya mau collab sama Otsuka. Dan ini aku lagi OTW ke tempat janjian. Aduh guys, aku grogi soalnya belum pernah ketemu sama Otsuka berdua. Lagi janjian di stasiun, ketemu gak ya? Betul, aku hari ini lagi puasa. Jadi aku mau buka puasa bareng Otsuka ceritanya. Mana ya orangnya? ありがとう、今日来てくれて。お久しぶりです。待って、そんな？あ、そう、料理作ったぶりです。やっぱ3ヶ月ぶりぐらい。3ヶ月ぶりです。超久しぶりです。元気でした。元気でした。元気？もちもち。もちもち？ちょっと人が多くてカメラ回すのが大変です。やばいね、やっぱ土曜日の新宿、ね、ラメラメすぎる。ラメラメすぎる、マジで。ちょっとじゃあ、一旦席を確保しに、はい、ちょっと行きます。guys、jadi gak ada tempat、席がありません。全然空いてない、全然空いてない、やばい。もうね、7階と8階ね、どっちも回ったんだけど、マジで席なさすぎて、どうしよう。ご飯、あの新宿の店探すしかない。探すか、ご飯食べれない、やばい。永遠にラマダン、永遠にラマダン。うん、ブカパーサー、まだラマダン行きしてないの。お腹すいたよ。そう、一日食べてないもんね。すごいわ、全然食べちゃってた。Akhirnya kita dapat tempat duduk guys di restoran ini. これはポキです。サーモンとマグロ、美味しそう。おつかまをアパポキの何にしようかな。何にしようかな。何にしようかな。インドネシア語わかる？もう全然やってない。カモスかアパ、アクスか。おお。サーモン、ダン、うん、まあ、ツナだからどっちもなんだよね。全然あれ、アクスカぐらいは分かるし。おお、さすがに、さすがに、さすがにやったから。インドネシア語初級を大学4年生の時にちょっとだけやったから。そうなんだ。そう、さすがです。あの3人とあのユースケと共に受けて、うん、そこで俺は終わって、あの2人は後期、後期の時、後期がなかったよ、授業が。あ、そうなの。そう、そこで俺モチベーションなくなっちゃって。あんたりはしっかりちゃんと勉強したんだけど、なるほどね、なくなっちゃって終わった。じゃあ今日はバンバンインドネシア語で話しかけてあげる。いや、あ、Google 翻訳。Google と会話するやん、そしたら。はい、アサイーボウルが来ました。美味しそう。これは私のランチ期明けのスイーツです。大事、プワサ明けだからね。プワサ明け、ね、ガツンとくるのに、こういうのをちょっと鳴らすの。いや、プワサ明けは甘いの食べなきゃいけないの、まず。あ、そうだ。そう。やったわ、俺らも。やった？やったやった。です。懐かしい。そうだ。だから、アサイーボールから食べます。アサイーボールでーす。美味しそう。全然食べてない、最近フルーツ。超久しぶり。マジ？フルーツ食べないの？全然食べない。高くない？フルーツ。確かに、高いかも。でも、インドネシアはフルーツ安いじゃん。うんうんうん。日本高いんだ。ですね。だから私も安いのしか買わない、バナナとか100円。お腹冷まるしね、バナナ。うん、じゃあこれを食べます、シェアします。いただきます。いただきます。私が1個全部食べれないのでシェアしてってわがまま言いました。いい感じに残ってください。はい。え、何食べたいとかある？いっぱい。マンゴー好き？マンゴー好き。マンゴー私あんま好きじゃないから。本当？うん、3つあげる。ありがとう。いっぱい食べれる人？小食？食べれるけど、うん、フルーツそんな食べないんだよ。いや、まあ食べるけど、食べれる。まあ好きじゃない。いや、はい、ありがとうございます。え、あんまフルーツ好きじゃない系？そんな好きではないけど、まあ食べる、食べる。じゃあ今日は食べさせます。体にいいからね、フルーツは。そう、お通じ良くなるから。そう、なんかめっちゃ汚くなっちゃった。あ、でもこういうもん、こういうもん、アサイーボールってそういうやつ、あのぐちゃぐちゃにするやつだから。これぐらいで大丈夫。これぐらい、うん、はい、ありがとう。どうぞ。よし、じゃあいただきます。断食明け、ビスミラー。冷た。
マンゴー冷た。めっちゃ美味しい、うん、さっぱりする。マンゴーやばい。そんなに冷たくない、やばくない、歯しみる、うん、面白い、超シャーベットね、美味しい、美味しい、フルーツ全部詰めた、うん、冷凍庫に入ってた。やばい、めっくる。今日何してたの？今日は本当にすることなくて、うん、家の掃除して、うんうん、あとずっとテレビ番組見てた。なんか録画してたやつとか、ドラマ結構見てた。ドラマ見るんだ。ドラマめっちゃ見る。日本のドラマだからちょっと言っても伝わらないんだけど。日本のドラマ？うん。あんまね、海外のやつ見ないから。感動とか全然見ないから。え、そうなの？ネットフリックスのやつだからこうさ、人気ランキングあるじゃん。全然見てなくて。うん。で、見たことある？でも感動。ね、最近、あの、イカゲームで終わってる。去年。もっと前だよ。おととし。おととしか。やばいね。いや、なんか全然見ないんだよね。今日は、質問コーナーをしようと思います。イエーイ。急に始まる。急に始まる。いや、質問と思ってた。うん。だいたいね、あの、初めて一人で動画撮る人は質問コーナーをして仲良くなりましょうっていう作戦です。なるほどね。はい、でも質問スマホにあるから忘れちゃった。ちょっと記憶たどります。あ、じゃあ最初の質問。最近。うん、何してるの？最近はずっと就職活動、ジョブハンティングずっと日本でやってて、それをやって先週かな、うん、結構志望してた会社から内定もらって、まあ、そのオファーもらって、まあ、今は結構ゆっくりしてるって感じ。おめでとう。ありがとうございます。でもジョブハンティング終わった？終わってはないかな。終わってないけど、あともう2個受けたい会社があって、そこだけ受けて、まあ、そこの合否次第で会社が決まるって感じかな。何社だったの？そうだけど、まあ、なんかその第一希望にしてる会社から落ちることのリスクも考えて、うん、まあ、20社ぐらい受けたけど、それって多い方？多い方か、いや、普通かな。でも少ない方かもしれない。いや、そうなの？まあ、人によると思うけど、まあでももっと受けてる人いる、30とか40とか。それさ、こんがらがんない。どこ受けたかそれ忘れちゃいそう。あ、かもしれない。なんかいろんな業種、メーカー受けてて、うん、コンサル受けてて、俺はもう報告と定義って言えるんですよ。そうなんだ。数字系が興味あるの？で、テレビからもらって、あとまあ報告で2個受けたい会社からとか、そこだけ受けて、すごい。じゃあ、今就活しているコツは2024年の4月から入社。そう、うん、なるほど。頑張ってや、サクセス。頑張ります。頑張ってください。そっか、じゃあ就活してたから早稲田ボーイズの世界旅行参加できなかった。そう、なんかファーストクォーター、第1クォーターは3月にやってて、みんなが3月、日本の就職活動って3月、4月、5月、6月がめっちゃ忙しいんだけど、うんうんうん、だからそこでこう、開けなかった。超行きたかったね。インドとタイ、うん、他どっか行ったっけ？こう、ベトナム。ベトナムも行ったんだ。着いたから、もしまたみんなその後次どっか行くってなったら参加する予定？なんか6月からまた第2クォーターで他の国行くから、6月の後半かな、からそこで一緒に行く、うん、それまではしない。お、じゃあ呼んじゃおうかな、私のチャンネルに。全然呼んでください。やったありがとう。本当に出張しますところよっしゃ、いっぱい動画作れよ。なんかさ、前トムとさ、ヨシカと撮った時に、うん、なんで大塚と撮んないのみたいな、めっちゃ DM とか来て、やっと撮んないの。結構空いてたか、その2人と。そうだね、ヨシカと撮ったのが去年の秋
2個か経った気がする。10月あたり確かにめっちゃ空いてる。空いちゃった。なんかなかなか声かけられずにいます。全然釣れません。よかった。じゃあ2つ目の質問。じゃあ早稲田ボーイズの人と誰と一番仲いい？多分というか、ユースケかな。なんか長い関係性が、なんか大学入った時に寮に入ったのがBiSHっていう、そこで同じ会にユースケがメンバーでいて、そこでこう仲良くなって、学部も一緒だったから入学式と一緒に会議して、じゃあ、早稲田ボーイズの中でもし自分が女子だとしたら誰と付き合いたい？その質問一番面白い。ユウスケって言いそうだけど、友なんだよ。そうなの？あのユウスケ裏切られたよ君。一番仲いいって言ってたのに。ユウスケと一緒にいたら多分だらけちゃう。めちゃくちゃだらけちゃう。まあ、なんかだらけちゃうでいいんだけど、多分めちゃくちゃだらけちゃう。なんか安心しけちゃって。そう、そういう恋愛なんだけど、友ってめっちゃ海外旅行とか旅行とかいろんなアクティブが大好きだから。面白そう。確かに確かに。とりあえず友についていけばいろんなとこ連れてってくれるし、英語もできるし。そう。あとみんなで4人で大体旅行行く時も、日本旅行の時とか、大体あいつが全部プラン立てるから。そうなんだ。そういう性格なんだ。プラン立てるのがあいつめっちゃ好きなんだよ。ありがたいよね、そういうこと。予約とかも全部してくれて。好きでやってるでしょ。そう、好きでやってくれてるの。めっちゃいい、そういうとこ。いや、そういうとこです。そうなんだ。私もそういう友達いるんだけど、助かるの。助かるよね。私そういうの嫌いタイプだから。そう。知らなかった。意外。意外だわ。さすがかも。いや、さすがよ。トモか。だって、トモ。トモはまあ、モテるよね。普段モテるの。トモモテると思うよ。大学とかでも出てる子じゃないかな。まあいい人だし、めちゃくちゃいい。トモが一番、あ、ジェロムが一番かな。どっちかって分かんない。ジェロムだったら恋愛、国際恋愛だね。そう。ジェロムちょっとでもね、付き合うと大変そうだけど。何が例えば、なんか部屋とか全部汚いし、なんか仕事はめっちゃできるけど、周り全部綺麗だし。ギリティすごいですか。それ、ね、超言ってたと思って。超やばい。掃除機は全然うるさい。トノも言ってた。寝れない。本当に寝れないよ。そうなんだ。そこがね、プラスマイナスでマイナス100ぐらい。なるほど。4問目です。これは女性ファンのために聞きます。好きな女の子のタイプは？どっちかっていうと、なんか例えばいろんなことできますだけど、これ私できますできますできますじゃなくて、謙虚で献身的な人の方が好き。どっちかというと、まあ、ザ日本人みたいな感じ。ちょっと控えめな感じかな。ヤマト、そういう人も好きけど、まあ、結局好きになってしまう。それがわかる。結局そうだ。結局ね、そんなにいるけどわからない。そういうタイプはそういう人。なるほど。で、髪の毛はショートカット。ショートから僕ぐらい。でもショートって言ったら男の子ぐらいのショート。いや、ミディアムぐらいかな。ミディアムぐらい。ぐらいが好き。じゃ金髪か黒髪かだ。あ、似合ってればどっちでもいいかな。あとはその人で尊重します。じゃあめっちゃヒョウ柄の服着てる人と花柄の服着てる人だって。どっちもきつくない？あ、まあでもセンス系かギャル系か。あ、それは清楚系。ワンピースとかだと花柄がいい。ヒョウ柄のワンピースはちょっとなるほど。だってみんなに伝えてます。だからみんなでコラボバックして好き好き好きみたいなのはそんなに好きじゃない。ちょっときつい。もっとね、謙虚な方の方が好きです。なんか応援してるよぐらいな。そう、それぐらいの方が頑張ってねです。 OK です。あ、じゃあ理想のデートプラン。理想のデートプランは、
んだけど、めっちゃ家庭的な方かもしれないけど、まあなんか公園とか行って、うん、まあ、なんか途中のパン屋さんとかで買ったりして、自転車買ったりとかして、まあ、その後家に帰ってまあなんか料理作ったり、うん、まあ、なんかドラマとかそういうのを見て、まったりする感じですけど、あんまりこうアクティブな活動ってよりかは、インドアってか、うん、なんかゆっくりする方が好きかな、うん、だそうです。ありがとう。OK、 じゃあ最後の質問、今回は一応ラマダン期間中の企画ってことで撮ってるんだけど、だから今日は大塚と一緒にラマダン明けの食事をしましたっていう風になってると思うんだけど、ラマダンはしたことありますか？YouTube 企画で3日間とかそういった限定的な感じだけでやったことあるけど、本当にきついから、あれも1ヶ月もうちょいやってるみんなが本当にすごいなって本当に思う。マジで1日3日間だけでめっちゃきつかったから、あれをやってるって本当にすごいなって思う。1ヶ月だ、すごいわ、本当にすごい。初めてやったのがその動画、うん、それっていつ？大学、2年前か。去年とかはやんなかった？去年は2日間くらいだけやったのかな。一応毎年ジェルムの動画とかでそうやって、今年は4人で会ってないからやってないけど、ラマダンなんだっていうのをインスタでコースで見て、一人でこう調整するのもありだなって思いつつ、あの気づいたらかかるなって。ね、だってさ、みんなびっくりするのは、なんかお水ぐらいは飲んでもいいって思ってる人が多いらしくて、水一滴すらダメじゃん。だから大丈夫だなみたいな。健康的に考えたら水ぐらい飲んだら、うん、すごい。水だけ飲んだやつだと、なんかよくあるダイエットところは、あとどれぐらい？あとね、2週間か、やっと半分。まあでも2週間終わった後めっちゃパーティーすごい、うん、めっちゃパーティーする。なんかインドネシア学校で、最後のお祭りみたいなのがあるから、それ参加して、いいね、それ楽しみに。じゃあ2週間頑張ってください。頑張ります。よし、じゃあ質問コーナー以上です。ありがとうございました。お菓子屋とか、ギラダルタリブもまだ食べてないの。うちもね、手つけてない。アソイボール食べてたから。OK、カドギット。今、お菓子屋のサペットラシー。お菓子を使う裏、Q&A さまくありがとう。kita bakal bikin foto lagi video abis ini. Kita makan dulu. あ、ちょっと食べてるところも、食べたから撮ろうか。ちょっと感想、言いましょう。アポカさん、サーモンとマグロ。サーモンとマグロだけど、味がちょっと違う。ちょっと違う、それは醤油？うん、ちょっとスパイシー。そう、食べてみます。サーモン、でかっ。でかっ。でかくない？一口サイズじゃない？いただきます。いただきます。おいしい。卵ね、全然食べない。え、何で食べてるの？魚とか俺ともだったから。魚も焼き魚食べるけど、うん、刺身とか生魚とか全然食べない。自炊してんの？うん。えらい。得意料理は？ハンバーグ。モテますよ、それ。本当？うん。でもね、割とね、料理はめっちゃやってる方だから。好きなんだ、料理。好き。料理してる時間めっちゃ好き。なんか料理しながら、ポッドキャストとか音楽流して料理するのめっちゃ好き。最近、オーブンレンジ買って、うん、お菓子作りました。何作るの？あ、でもまだクッキーとかシフォンケーキとかそういう入れだけど。あー、すごい。クッキーとかシフォンケーキ。それで動画撮ったら面白いわ。まあ確かに。けど、やんないね。翻訳がね。翻訳大変だね。最近だからやってる。めっちゃわかる。この動画も頑張ろう。頑張って。日本語しかできないから俺もできないんだけど、誰か、あの、ファンから誰か見つけないと。誰かに依頼したいよね。うん、マジで依頼したい。それできたらね、だいぶね、撮影できるから。確かに確かに。
Google 翻訳の翻訳で多分自信ないからさ。うん、ちょっとね、ちょっと違うもんね。OK です。じゃあ、sekian video Q&A kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Nah, abis ini kita bakal bikin untuk video lagi. Jadi jangan lupa nonton itu juga. Makasih Otsuka. Makasih.